オリンピック期間中、都内では大規模な交通規制による渋滞が予想されています。警視庁は交通対策の要となる交通管制センターを公開しました。こちらの交通管制センターが大会期間中渋滞対策などの拠点になります。大会期間中は競技会場の周辺などで大規模な交通規制が敷かれるため、 車両の渋滞などが予想されています警視庁は競技会場周辺など特に渋滞が予想されるエリアを中心に信号の調整などを行います選手など大会関係者の輸送を円滑にするとともに一般のドライバーへの影響を最小限にできるよう対策にあたるとしています